回はフィリピンで自動車関係の番組を持つイギリス人ジェームス・ディーキンさんがご自身のフェイスブックに投稿した話題から、ディーキンさんが3人のお子さんと4人で日本を旅されていた際、用事が入りすぐに日本から帰国せざるを得なくなったのですが、急だったためお子さんたちの航空チケットまで取ることができなかったそうです。結果ディーキンさんのお子さんたちは3人だけで日本に残ることに。それでも3人のお子さんたちは自分たちだけでホテルをチェックアウトし、65キロ離れた成田まで移動し、空港でチケットを入手したそうです。ディーキンさんはそんな日本での体験をもとに、両親が自分の子供たちを信じて旅をさせることの重要性を説いており、コメント欄にはお子さんたちの独立心を称賛する声が上がっているのですが、その上で安全な日本だから可能だったとの声も相次いでいました。